海道の闇沢連合会の中谷です。彼は奥沢です。はい、まあ、とりあえず長距離クラスとチャンピオンクラスオスメスと若葉とクラス、それと中距離クラスですね。もう12、3年間は来てますね。はい、総合はまだ一度もないんですけども、クラスでは一席いただいたことが、まあ、去年もなんですけど、おかげさまでありますけど、参加するっていうことで皆さんの顔を拝見できることを楽しみに、それでお伺いしてます。いえ、あの飛行機で北海道ですので。なるということはどういうことですかね。いや、僕あの中谷の仕事を手伝、あの鳩の方を手伝ってるだけだから。毎回いつも一緒に、彼と一緒ですか。皆さん、あの、まあ、鳩は何よりも皆さんご健康であるように、そして僕たちも元気であるように、それが豊富ですね。もう70歳です。はい、あまりあのついで的に持ってきた方が、あの若葉殿の祝賓評会で、一席取らせてもらったものですから、まあ、それでこちらの方を持ってきたということですね。昨年の二席の鳩と の、あの決闘とかはどうなんでしょうか。あ、やはり多少つながりはあります。これは両方つながっているかもしれないですね。地震が終わりじゃないかと。いやいや、だから予定してなかった通りで出してしまったもんですから。予定してなかったんですか。え、予定してなかったんですか。そうなんです。前の日に決めたんですよ。かなり良かった。一本持って、まあまあ、あのオスの中では、あのほら、もちろん成績もあるもんですから、うん、何話も選べるわけじゃなかったんですけれど、まあこれが、あ、まあ、出してもいいかという感じで。いやいや、もう参加することに意義があるんで。全然入籍していただければもうそれでよろしいんですけれど、はい、わかるというものなんですけど、やっと来ました。今年何話で。あ、今年はね、4話です。2クラス。え、中距離ですか。中距離ですね。で、どうですか、昨年ですね。最近はやっぱりなかなかいい取りできなくて、それもちょっと難しいと思うんですよね。あと、でも何年間かなかなかいい取りできなくてね、なんだ、年取ってきて、あの、やる元気もなくなってきたかもしれないですけど、いやいや、そんな、まあ、それなりに手抜いてしてますね。でも昨年、今年もダメでしょうね。そんなにね、自信はないけども、休んでしまったらこのまま来ないで終わっちゃうようになってしまうから、うん、何とか頑張ってきてるんですけども、やっぱり年には勝てなくて、だんだん体弱ってくるからね、はい、ここまで来るっていうことはなかなか。どれくらいかかるんですかね。金曜日の夜船乗ってくるんですよね。そして土曜日の2時に大洗い着いて、そして教会に今日の朝にしても、夜トイレとかなんか大変だから、高速道路のインターで泊まって、で今日の朝。東京まで1日半、まあ、2日ですね。2日かけて、2日、丸々2日よくわかってるかな。誰が入ったってこれは構わないんだから、その時の運だから、半分運みたいなもんですから、ね、毎年来るっていうことが大変なことだから。昨年もあのご参加してこのインタビューご協力いただいたと思います。今回ご夫婦でいらしたということで、あの時間が結構あるんで、パンダでも見に行こうかと思って。そうですね。あの、まあ、どっかにあの引っかかればいいかなとは思っております。あの、全然期待はしておりません。頑張ってほしいです。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お前お願いします。はい、ありがとうございます。新潟雪国連合会。大竹誠一です。5話。5話。何クラスになりますか。はい、若葉とクラスと中距離クラスと長距離クラス。いや、あの新潟の方はあの5年間開催がなかった。なんとかというか協会からあの許可をもらいまして、一応新潟地区連盟で5年ぶりです。はい、地震のことはいかがですか。ありません。5年間のブランクがあるんで、そしてあの準備があまりよくできない。いわゆる競馬とかそういうの準備がよくできなかったんで、今回は参加をさせてもらうという感じで、はい、一応競馬の上がり、それだけ考えてやりました。一馬でも入賞すればいいなと思って。そしてたまにこういう東京のね、田舎に住んでるんで、東京の空気を吸いに来たんですね。
さん、坂谷さん、大関、今年は参加は何話ということで、1話です。オンリーでということで、はいはい、で、クラスは、長距離クラスの感じですが、で、畜品業界の時にはちょっと車外に脂肪ついたんで、車外つけてあったらちょっと肉が落ちちゃったんです。で、今回はちょっとそこから休ませてって感じで、うん、まあいい感じに上がってると思うんですけど。昨年の総合一席馬と比べて今年の仕上がりはどのように思われてますか？どうなんですかね。わかんないですよね。まあ、まあ、レース出すにはちょうどいい感じでは仕上がってると思うんですけど、まあ、まあ、レースは、ね、あの 部門で5番ぐらいまで、ね、入れればということですね。ね、品評会去年が初めて参加なんですよ。はい、あの今回2回目なんで、まだまだ1年生2年生ってところですね。埼玉吉川連合会所属、関根と申します。スタンダードのメスが一つ、スーパーチャンピオンのオス、スーパーチャンピオンのメスで3つ持ってました。いつも挑戦者でいるので、まあ出せればいいと、ここへ来たいっていうのだけがあったもんで持ってきました。肉好きだけはよくしたいっていうだけが目標で、ツヤを上げたいっていうだけで来ました。今はもうずっと、中距離の傾向だけで頑張ってやってるので、まあ、番外系をベースにして一生懸命競争はやっております。5年になりますかね。いや、まだまだ先輩たちが頑張ってるので、まだ自分は見習いで頑張っております。休養連合会の小川です。東関東の中谷で す。去年はチャンピオンクラスでオスノブで一席に取りました。長距離の部で、一席取りました。まあ自分としてはまあまあ、うまくいったかなと思ってます。はい、管理いまいちだったんですけど、なんとか声を持ってこられるようになりました。まあうまく、上位入ってくればいいかなと思っております。2は出したけど、1はでもなんとか上位に入れればいいかなと思って。2年ぶりということですか？分かりました。3年ぶりですかね、はい、ということなんですが、はい、赤座ファミリーです。で、今回は7話ですね。7話、はい、スーパーチャンピオンクラスとスタンダード、はい、長距離、中距離ですね。あ、なるほど。皆さん、まあ、3年ぶりということで、はい、まあ、精一杯やったんですけど、臨場を尽くして天命を増す、その心境ですかね。なるほど。久しぶりに家族みんな揃ってこの上野にやってくることができたということに、まず感謝していますし、最後まで結果は分からないですけども、家族みんなで楽しめたらなと思っています。ありがとうございます。頑張って勝ちたいです。頑張りたいと思います。嬉しい。最後は上野に来たという、もうそのことだけで、まあ、私はもう満足してます。じゃあ今回頑張ってください。ありがとうございます。今回関西から3話参加ということで、はい、山本専務持ってこられたというお話なんですが、鳥は、どの方の鳥が参加なさるんでしょうか？総合2席の山本清和と総合3席の上野一さんからです。はい、いや、まあ見てますけどね、見てますけどね、非常に非常にいい鳥を思います。いつもよりは鳩のレベルが高かったですね。まあ、参加数は少なかったんですけどね、その、まあ、とりあえずね、近畿レースの方ではここ近年すごい成績を上げてるんですけど、品評会でもう一つなんで力を入れて今日も出品するように持ってきました。じゃあ岩本さん以来の総合一席を。そうですね。わかりました。ありがとうございます。